ます。よろしくお願いします。皆さん本当に今日もよろしくお願いします。どうしたんですか今日は。いやちょっと感謝の気持ちを忘れないようにしないとなっていう、やっぱり、はい、皆さん本当によろしくお願いします。素晴らしいですね。はい。ハゲてましたけど。ハゲを見せて。今日はですね。はい。替え歌を。どう替え歌。ああ。今日替え歌。今までちょっと何回か。何回かやりましたよね。はい。やられてたと思うんですけど。はい、やっていこうかな。わかりました。行きましょう。僕お題決めさせていただくんですけど。はい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 。なんか NG なお題とか大丈夫ですか。先にちょっと聞いとこうかな。いや NG だったら NG っていう歌詞を歌うよ多分。そのお題は NG だよみたいな歌にすると思う。あ、なるほどなるほど、うん、でもやっぱり NG が何々とか言っちゃうとそこはやっぱ即興替え歌としての半減するんじゃないですかね。まあそうですね、はい、わかりました。じゃあ NG なしっていうところで NG なしってわけじゃないよ。その NG だったら NG っていう歌になるよ。その NG が全くなし。じゃあ最初は、はい、踊るポンポコリン。はい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 。サビですね。みんな知ってます、みんな知ってます。はい。はい、ギリギリだった僕、お題を。お題言いますね。はい、出します。はい、わかりました。はい。はい。偉い人、そんなの常識。僕の嫌いなやつ。おー、俺の嫌いなやつは、クールポコ。ちょっと待って、ちょっと待って。違う違う違う、これね、違う違う。前もやった。僕の失敗談。たった通りな僕の失敗したことは、に送るはずのメールを嫁さんに送ったことだよ。たった通りだ、なんとかごまかそうと思ったけど無理だったよ。後輩とかも使ってごまかそうとしたけどバレたよ。お腹かけられた。これはもう嫁さんもね、はい、好評、うん、分かってることだけども、はい、その彼女っていうかね、その人を送るメールを奥さんに送っちゃって、はい、電波って止めれないんだね、もう。そう、電波って止めれないんだね、もう。そうですね。アンパンマン行きましょうか。あー、アンパンマンね。これ一番もう丸々行きましょうか。はい、丸々。はい。最初の、はい、お題で途中で僕変えます。そんなこともある。はい、これ1曲の中でお題を変えていくってことですね。変えていきます。わかりました。僕の性癖。そうだ、弾かないでね。ちょっと待って、いきなりぶっ込みましたね。ちょっとごめんごめん、やっぱちょっとやっぱ嘘つけないんだよね。そこを変えたってやっぱ嘘つけないんだよね。最後の問題いきますね、おばきょうさん。はい。これでも、巻き返せると思うんですよ。すべてを。はい。最後の曲は、菅田将暉さんの間違い探し。奥さんに向けて。ようこごめんよ、今まで泣かせてきてしまって、もう30年。中学で出会って、まさかようこと結婚するとは思ってなかったけど、僕が唯一人生で正しかった選択、それはあなたと結婚できたこと。君の目が最近は僕を見てくれないけど、それは僕のせいだと分かってはいます。芸人をやりながらお酒も飲んで女にも手を出す最低な僕を見捨てないで、離婚しないで、子供たちと一緒にこの先も生きて行きたいよ。じゃあ2番、子供たちへ。うわ、嘘や。ごめんよ、パパはだらしなくてさ、自分のやりたいことばっかり、仕事も遊びもお前たちは二の次で暮らしてきたけれど、僕
が人生で死んでもいいと思ったのはあなたたちを守るためだったら本当にこの命はいりません。あなたたちに何かあって僕の命であなたたちを救えるなら迷わずにこの命使ってください。正直母ちゃんとか奥さんにそれはできないけど君たち二人にだったら僕はいつ死んでも構いません。おー、いいっすねー。ちょっと感動しましたよ、俺。これでは、いきますね、最後のお題。おい、またあんの？ありますよ。一番最後にエッチしたあの子へ。それはね、嫁さんです。僕はやっぱり嫁さんです。最近のエッチはあの夜です。コロナになる前に久しぶりに行った二人で、コロナになる前に行ってきた。その時のエッチはとてもシンプルで、あの頃みたいにいろいろな体位は試せないけど、なんだかんだ言ってやっぱり〇が一番愛を感じる。抱きしめながら言ってごめんなさい、外に出した。感動しましたよ。危ないよ、これ回収できた、これ好感度が。最後セックスの話してたじゃん、俺なんか正常に。やっぱ芸人さんなんで、やっぱ最後は。いやいや、ちょっと待ってよ。いやでももう、あの感動もちゃんとありました。あったんで、やっぱ自分が死んで子供が助かるんだったら死んでいいって思える存在ですよ、子供はね。そうですよね。唯一です。わかりました。うん、今日はでも本当感動ありがとうございます。だけ、ピー入れとけよ